平野翔意外な一面暴露。理想の記念日デートでまさかの行動にファン騒然。驚愕。平野翔さんは、まさに、ギャップ萌えの代名詞とも言える存在だ。ステージ上では圧倒的なカリスマ性を放ちながら、普段の彼は飾らない自然体であり、そのギャップが多くのファンを引きつけてやまない。彼の持つ多面性は、あらゆるシーンで際立っており、 その一貫した誠実さが魅力の一つでもある。そんな平野さんが、今回私たちに語ってくれたのは、理想の記念日デートについて。第一線で活躍し、忙しい毎日を過ごす彼が、もし大切な人と特別な日を過ごすなら、どのような時間を演出するのだろうか。その答えは、期待を裏切らない、そしてどこか予想外でもあった。インタビューが始まったとき、 平野さんはいつものようにリラックスした様子で、撮影スタッフや周囲の雰囲気に溶け込んでいた。その無邪気さと好奇心旺盛な一面が垣間見えたのは、撮影現場で偶然見つけたパソコンに貼られた、ネギという漢字のステッカーを見つけたときだった。平野さんはその漢字に興味を示し、これ、ネギって読むんですか。形が面白いですねと、真剣な表情で語っていた。彼のそんな無邪気な反応は、 ファンが彼を愛する理由の一つだろう。それからしばらくして、今回の撮影場所である高級ホテルのレストランについて感想を尋ねると、彼は少し考えてから、普段はこういう場所には来ないですが、記念日に入りかもしれませんね、と控えめに答えた。その答えには、彼らしい素直さと謙虚さが込められていた。しかし、その後、では、平野さんが考える理想の記念日デートは、という問いには、 少し戸惑いを見せながらも、彼の真剣な考えを共有してくれた。まずは、相手の職場に迎えに行って、その後は夜景が綺麗なレストランで食事をしてみたいですね、と、彼は少し照れながらも語り出した。彼の言葉からは、相手のことを一番に考える優しさと、無理のない自然な流れを重んじる姿勢が感じられた。その後も、サプライズはあまり過剰にしたくない、と続け、 一緒にショッピングをしてお揃いのアイテムを購入するのも楽しそうだと語った。彼のデートプランには、大げさな演出よりも、相手との共有する時間や気持ちを大切にする姿勢が見受けられる。また、彼が、自分を偽らず、元の自分を好きになってもらいたいという姿勢を語る場面では、平野さんの人間的な奥深さが垣間見えた。アイドルとして多くのファンに支持される中で、 彼は決して完璧な姿を作り上げることに固執せず、むしろ自然体でいることを意識している。それは、仮に格好をつけた僕を好きになったファンに対して、申し訳ない気持ちになってしまうという彼の率直な言葉からもわかる。ファンに対して真摯な態度で接する彼の姿勢は、多くの人々が彼に共感し、心を寄せる理由の一つだろう。しかし、自分を偽らないで生きることは決して簡単なことではない。 人は往々にして他人に良い印象を与えようと、無意識のうちに自分を装ってしまうものだ。それでも、平野さんはその誘惑に凍い、自分らしさを大切にしている。彼のこの、素でいる強さは、彼に特有の色気にも通じている。ここでいう色気とは、ただのセクシーさではなく、平野さんが放つ独特の存在感や気配といった、内面から滲み出る魅力だ。それは一見控えめでありながらも、 確かににそこにある尊いものだ平野さんが主演するドラマ「クロサギは」は彼の新たな一面を引き出す作品として大きな注目を集めている。これまで多くの視聴者が抱いていた王子様的なイメージから一転、平野さんが演じる役柄はこれまでにないダークな一面を見せるキャラクターだ。彼自身も今回の作品で新しい姿を見せたいと意気込みを語っており、 彼の中に潜む多面性が存分に発揮されるだろう。平野翔さんの持つスデイルことの美学は彼の活動の随所に感じられる。彼が語る理想の記念日デートにしても、相手を楽しませたいという気持ちが根底にありながらも、飾り立てた派手な演出を望まず、自然な時間の流れを大切にしている。そのそう貫く姿勢は彼自身の人間性を深く表すものであり、 ファンにととっってても彼のの魅力の一つとなっている彼の言葉には決して作り上げられたアイドルとしての完璧さではなくむしろ不完全さを受け入れたリアルな人間らしさが感じられる。それが現代のファンが求める親近感や共感につながっているのだろう。どれだけ多忙な生活を送っていようとも彼は相手の気持ちに寄り添いその一瞬一瞬を大切にしたいと願っている。 平野さんが理想とする記念日デーとも、そんな彼の人柄を如実に表している。一方で、彼のプロフェッショナルとしての顔も見逃せない。ドラマ、クロサギで新たに挑戦する役柄は、平野さんのキャリアにおいても重要な転機となるだろう。これまで演じてきた王子様的な役柄とは異なり、ダークな側面を持つキャラクターを演じることで、彼の演技の幅がさらに広がることが期待されている。彼自身も、 世間のイメージを払拭したいと意気込みを語っており、これまでとは違った一面を見せる覚悟が感じられる。彼が持つ演技の力は、単なる美しい顔立ちや明るいキャラクターにとどまらない。撮影現場では、一瞬一瞬を大切にしながら、常に自分自身を高めようとする姿勢が見られる。彼の真摯な努力と、その場にいるすべての人に敬意を払う姿勢は、共演者やスタッフからも高く評価されている。 それは決して表には出ない部分だが、彼の内面の強さを物語っている。ドラマ、クロサギの放送が始まり、多くの視聴者がその内容に期待を寄せている。平野さん自身も、自分に課せられた新たな挑戦に対して真摯に向き合っており、その結果が作品を通じて視聴者に伝わることだろう。彼の演技力や人間性がどのように発揮されるのか、そして彼がこれまでに培ってきた。 その魅力がどのように表現されるのか、注目が集まっている。また、彼の自然体であることへのこだわりは、ただファンのためだけでなく、自分自身のためでもある。彼は、自分を作り上げてしまうことで、本来の自分とのギャップに苦しむことがないように、できるだけ、袖いることを大切にしていると語る。その正直な姿勢が、多くの人々に好感を与え、彼を特別な存在へと押し上げているのだ。 平野さんの素でいることの美しさは、彼の言動や行動すべてに反映されている。それは、一見すると控えめでありながらも、確かな存在感を放つ彼の魅力の源泉だ。人前に立つアイドルや俳優としての責任感を持ちながらも、彼は決して自分を誇張したり、大きく見せようとはしない。むしろ、そのままの自分を大切にし、その姿勢を貫くことで、多くの人々に支持されている。 平野翔という存在は、決して単なるアイドルや俳優といった枠に収まらない。その存在感は、彼が持つ多面的な魅力と、自然体でいることの強さに根ざしている。彼の持つ純粋さや誠実さは、業界内外からも高く評価されており、今後ますますその評価が高まっていくだろう。彼が新しい挑戦を続けながらも、自分らしさを失わずに進んでいく姿は、 多くのファンに勇気と感動を与えるはずだそして彼の言う「理想の記念非デート」のようにどんな場面においても相手のことを考え自分を飾らずに素直な気持ちで接することが平野翔さんの本質的な魅力の一つだといえる。実際平野翔という存在はその表面的な魅力だけでなく内面的な深さも兼ね備えている。彼の持つ純粋さや誠実さ そそしてれれに裏打ちされた人間的な強さが多くの人々を引きつけてやまない理由だろう。ドラマ「クロサギ」を通じて彼の新たな一面を垣間見ることができるのはもちろん彼自身の成長と進化を感じることができるはずだ。このように平野さんのインタビューからは彼の持つ自然体の魅力と多面的な人間性がにじみ出てくる。彼は決して派手な演出に頼らずあくまで自分らしさを大切にしている。 その姿勢は彼が今後もさらに多くの人々に愛され続ける理由となるだろう。